サイトロンレーベル。サイトロンレーベルとは、かつて存在した、日本のレコードレーベルである、ゲームミュージックを中心に、多数の音楽、映像作品をリリースした。1984年、イエローマジックオーケストラの A&R や、プロデューサーだった、オビカズスケが、アルファレコード株式会社のエン、エンレーベルで、細野春臣と、ゼビウスや、マッピー。 ニューラリー X などの BGM を収録した日本初となるゲームミュージックのレコード、ビデオゲームミュージックを制作した。それに手応えを得た帯は、後にアルファレコード内にゲームミュージック専門レーベル、GMO レコードを立ち上げた。1986年、帯が独立し、遠藤正信のゲームスタジオのメンバーと合流して、サイトロンアート株式会社を設立。 ゲームミュージック音楽ソフトの制作を開始。1988年6月、サイトロンアートが、ポニーキャニオンとサイトロンレーベルを設立して、音楽、映像、ゲームソフトの制作、発売を開始。それまで GM、オーレコードで、サウンドトラックを発表していた、多数のゲームメーカーと、レーベルのファンクラブが移籍した。第1弾作品は、ズンタタによる、 ニンジャウォーリアーズ GSM タイト1。以後、GM、オーレコードと同様に大手のみならず、中堅ゲームメーカーの作品も積極的にリリース。ジャレコや日本物産、アップルのゲームミュージックはサイトロンレーベルにより初めてアルバムされた。またメディアミックスも積極的に行い、1989年頃、開局したばかりの FM 富士で、 同社提供のラジオ番組、サイトロン、デジタルプレス。や、ゲームミュージックランドを放送していた。ディスクジョッキーは、キバ強し、後のバッキーキバだった。さらに、ゲームの最新情報を収録した、ビデオマガジン、サイトロン、デジタルビデオプレス。を、発刊、全国のレンタルビデオ店にて、無料レンタルを行っていた、第2号にて終了。1989年には、 CD にゲーム1から2タイトルの楽曲のみを収録し、1500円の安価で販売する GSM1500 シリーズを開始。第2弾作品、ギャラクシーホース GSM セガ1にて、セガのバンド SST バンドがデビュー。後にメンバーを揃えて実際にライブを行うに至り、ゲームミュージックバンドの代表格となった。また、GM。 大レコード時代から活動していた、台東の、ズンタタやカプコンの、アルフライラはライラ、後に、アルフライラに、改名が参加したほか、新たに、データイーストの、ゲーマデリック、SNK の、新世界楽曲雑技団、ADK の、ADK サウンドファクトリーといった、ゲームミュージックバンドが、続々とデビューした。1990年には、ズンタタと SST バンドが出演する。 ゲームミュージックフェスティバル90が開催され、囲碁夏の風物詩として定着する。しかし1993年、SST バンドがゲームミュージックライブ電撃93のステージを最後に解散。同年12月には、セガが東芝 EMI、後の EMI ミュージックジャパン UMEX レーベルに移籍する。さらに、1994年にカプコンが、 ソニーレコード、後のソニーミュージックエンタテインメントに移籍し、同年東亜プランが倒産。1996年には台東が自社レーベル、ズンタタレコードを立ち上げ、サイトロンレーベルを離脱するなど、レーベルの看板メーカーが相次いで去っていった。代わって、当時対戦型格闘ゲームのヒットで流星を、誇っていた SNK の作品がリリースの大半を占めるようになる。 キャラクター人気に着目したドラマ CD や声優によるラジオ番組、小安、表情のゲームドラナイトの放送などサイトロンレーベルのメインコンテンツに成長していった。また、1996年にはファンタスティックキャラクターシリーズが立ち上がる。いわゆるギャルゲーを題材にしたシリーズで、悠久幻想曲シリーズを中心に展開されていった。1999年、 ファンクラブが解散。同年12月、ソニーミュージックエンタテインメントと、新レーベル、サイトロンディスクを設立し、以降はそちらで作品を発表することとなる。サイトロンレーベル最後の作品は、2000年4月19日発売の、アグノアードラマ CD、E、フレーズイチルシフェルであった。ゲームミュージックのフルアルバムシリーズ、GSM とは、ゲイサウンドミュージックの略。 ゲームのビデオ作品シリーズ。GSV とは、ゲイシミュレーションビデオの略。収録ゲームを1から2タイトルに絞り、CD1 枚で1500円という低価格で、販売したシリーズ。第1弾は1989年9月21日発売の、ゼロウイング、原始島、天聖竜、レジェンド・オブ・ヒーローとマ、マルサの女の5作品。後に、すでに、サウンドトラックとして、 発表済みのタイトルを再レコーディングして1500シリーズで CD 化する1500名版シリーズもリリースされた。収録内容はオリジナルバージョンの楽曲に加えボイス集や SE 集などゲーム基盤から収録された素材で占められる。アレンジバージョンの楽曲は収録されないか収録されても1から2曲程度という構成が多い。ライナーノーツは 四つ折りの紙の表面に、トラック名、作曲者コメント、雑誌、ゲームスト編集者のコメントを掲載。裏面には、楽譜が掲載されているという、共通のフォーマットが長く使われていた。後に、中戸じのものになる。長年発売されたシリーズだったが、1998年4月1日発売の、堕落天使を最後に、サイトロン OR シリーズ、口実に移行した。 1989年、雑誌、ゲーメストの企画、ゲーメスト大賞にて、ベスト VGM 部門にランクインした、上位10タイトルを、翌年オムニバスアルバム、ゲームミュージック、ベストオブティアーー1989に収録して、リリース。当時すでにビクター音楽産業、後のビクターエンターテインメントにて CD 化されていた、ナムコ、後のバンダイナムコエンターテインメントの2タイトルも録、された。 翌年以降は同対象ランクイン作品のうちサイトロンレーベル作品のみを集めたサイトロンビデオゲームミュージック年間シリーズとして発売された1992年までアレンジバージョンのみを収録したシリーズ第1弾は1991年11月21日発売のストリートファイター E イメージアルバムその後は SNK ADK の対戦格闘ゲームを題材として7作品発売。1994年8月19日発売のワールドヒーローズに JET イメージアルバムを最後にアレンジサウンドトラックス口述に移行した。定価を2000円に設定し、ライナーノーツなどの想定に注力したシリーズ。第1弾は1994年4月21日発売、レイフォース。 ほとんどが、対等のタイトルで占められており、それ以外のメーカーでは、データイスと、ヘラクレスの栄光4神々からの贈り物、サンソフト、アルバート・デス・セイガイレン、レジェンディブ・エルディアンなど、少数に限られる。イメージアルバムの後継となるシリーズ。英語表記は、アレンジサウンド・トラックス。第1弾は1994年11月18日、発売。 The King of Fighters 94アレンジサウンドトラックスイメージアルバム同様収録曲は全てアレンジバージョンでオリジナルバージョンは収録されないまた声優によるドラマパートが収録されることもある1998年5月20日発売のリアルバウトがロー伝説にアレンジサウンドトラックスからはサイトロン AR シリーズとも表記された ギャルゲーを題材にした作品。バラのつぼみをモチーフにしたマークが付けられていた。第一弾は1996年9月4日発売プリンセスメーカー夢見る妖精。内容はサウンドトラック、アレンジバージョン、ドラマパートなどが混在しており、価格は2500円前後。1998年6月17日発売のファーストキス物語からは、 サイトロン FCS シリーズとも表記された。声優によるドラマのみを収録したシリーズ。第一弾は1996年11月7日発売のザ・キング・オブ・ファイターズ96ドラマ CD。1998年5月20日発売の膝の上の同居人ドラマ CD 恋する乙女編からはサイトロン DR シリーズとも表記された。 SNK の対戦格闘ゲームに登場するキャラクターにスポットを当てたシリーズ。第1弾は1997年7月18日発売の草薙系。複数のゲームタイトルから各キャラクターのテーマ曲のみをピックアップし、さらにオリジナルのドラマパートを収録しているのが特徴。第11弾のヤガミアンまで発売された。 GSM1500 シリーズの後継となるシリーズ。第一弾は1998年4月17日発売のメタルスラック2。内容は1500シリーズとほぼ同じだが、定価が1890円、税抜き価格1800円となっている。ゲームミュージック作曲者による作品では、SST バンドの完全オリジナルアルバム、ブラインドスポット、ナムコ大社直後の細江新次。 佐藤綾子、相原隆之によるオリジナルアルバム、エスケープごと、ゲームミュージック作曲者のインディーズ活動であった、オミーヤマに、キュア団のアルバムを発売している。それ以外では、クラブサウンドを集めた、バーチャルドラッグシリーズ、映像版も、発売、立体音響、バーチャルサウンドを用いた、ドラマ CD、意外なく物、原作、原田宗則、出演、よきみこ、 大や亮介ら、イチカーのエンジンオンなどを収録した、バーチャルオーディオイ -1GP The Exhaust Sound 1991年版と1992年版が存在といったタイトルもリリースされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。